東北六県の日本酒の品質や製造技術を競う鑑評会が開かれ、最優秀賞2点には、いずれも福島の酒が選ばれました。仙台国税局が開催した鑑評会には、東北六県の144の酒蔵から銀錠酒と純米酒、合わせて272点が出品されました。例年の審査では、 審査員が同じチョコを使い回していましたが今年は感染対策として一人ずつ酒をスポイトでカップに吸い取り個別のブースで審査する方法に変更しました審査の結果最優秀賞には福島県の酒蔵から出品されたバナナや洋梨を思わせる軽やかな香りが特徴の吟醸酒、千香なりと ナッツのような上品な味わいの純米酒、黒剣が選ばれました。宮城県の酒蔵は惜しくも最優秀賞は逃しましたが、浦霞や宮寒梅、宝陽、山羽など11点が優等賞に選ばれました。